おい右折の音しゃあ、なんで右折の音でこの消えてんの俺。ポルシェ右折。そうダイナモ来るよ、チャリオって来るよ、エクサフレア来るよ。クッソ鼻膨らますっていうのめっちゃ好き。エクサフレア来るよ。こんにちは。あーそうそう、なんで DPS なのねえ、なんで課金したら DPS になるの。俺さめっちゃビッツもらったから課金したんだよねーつって、ディーバのポルシェ、おいポルシェ好き、今いじろうと思ったらなんか消えたんだけど右上。おいブリザードてめえ遠隔操作するんじゃねえぞ。おいなんかそうポルシェスキン買ったんすよっていう今話をしようと思ったら遠隔操作されました。ちょなんで西ファラポルシェも買ったよ。いやビッツめっちゃもらったから買った。あとビッツめっちゃもらったから FF14 のジャンプ買った、レベルジャンプ買った、めっちゃ買ったよ。くっそ散財したわ昨日。またビッツいっぱいもらったから課金しちゃおうっつってめちゃくちゃもらったわ。簡単ならつまんねえだろうと思ってやってたんだけど、あれ味方抜けた、リマッチか。なんでリマッチじゃ。おマジバリバリクソ課金した。ほらちゃんと買ったよ。あと西ファラスキンも買った。西ファラポルシェスキン買ったよ。ほらあ悩みそうなのも読むか今だから。今日カレーにしようと思ってるんですが、ポーカーチキン迷ってます。どっちにするか決まってください。僕ポークがいい。チキンカレーか。あーなんか思い出した、ポークカレーチキンカレーで思い出したんだけどさ、俺がなんか熱海に旅行行った時、子供の頃、俺が小学校低学年ぐらいの頃、カレーマンっていうなんかいたんだよ。ご当地ヒーローみたいな、カレーマンみたいな、なんかねカレーの歌歌ってるなんか5人の若い男がなんか歌って、なんかカレーマンとか言ってこう戦隊もののやつやってて芸をやってたんだけど、歌を歌い終わった後になんか俺の親父がその戦隊もののあのカレーマンの人たちとなんか一緒になんかぐだって普通に話したわけよ。で何話してんだろうなと思ったら、その戦隊もののカレーマンたちに実際仕事きついんすかとかって聞いて、いやちょっと意外と給料安くてきついんすよねみたいな。クソ現実的な話して、そう20年前ぐらい、クソ現実的な話して夢ねえなと思って、子供の頃聞くんじゃなかったと思って思った記憶がある。そう俺の親父も何聞いてんだよと思って、内情聞くんじゃねえよと思って。ありがとう、集中させて。うわポルシェだ。えこれ音変わんの。おいほらてめえ傷つけてんじゃねえぞ現地手裏剣でポルシェに。はいお前一つ手裏剣投げることに1000万払えお前。はい損害賠償2億と。てか俺さ車知らないんだよね全然。ポルシェってガチで傷つけたらどうなんだ。ボンネット100円玉でギーってやったらマジいくらすんだ。マジでいくらぐらいになっちゃうのこれ。車の単価が分かんないんだけど150万ぐらい、手裏剣シュシュシュ150万って感じ、やばいね。うわー何それ、なんで上がってこれんのお前、意味が分からんそれは。はい再放送、もう何なのもう、何してんの俺、なんで再放送してんの俺、もう違うやつらないか、もうそろそろちょっと学ぼうか。ちなみに半蔵に2段ジャンプはないんですよ。何ですかコメント欄に2段ジャンプ知らないって言ってる人は源氏だけですよ。やっぱ達人コメやめてね。2段ジャンプじゃないんだよねアビリティ、ちょっとマジエアプですよそれは。あいつは2段じゃないですからね。そう体術ってアビリティで体術じゃあ、ね、名前が違うだけじゃないんだよ。
性能も二段ジャンプじゃないんだよちゃんと。分かりませんか。はっ、ちょっと今理解ができん、今ちょ今のはガチ理解ができん。ちょはっ、でもさ、多分オーバーウォッチの配信見てる人ってさ、オーバーウォッチやってる層よりやってない層、今やってない層が見てる人の方が多いと思うんだよね。なんかコメントのなんか感じ見てるとそんな感じするわ。全然やってる。あ、やってたか。なるほどね、やってるってみんな。なるほど、やめたいって言ってる。この話やめよう、苦しんでる人がいる、やめたいって言ってる、うん、あのやってるやってないって聞いたらやめたいって言ってる、やめよう、誰か傷ついてるこれ、もうやめて、やめてあげよう、これもうかわいそう、もうウルト4枚です。いやでもゴールしたから OK です、取られるよりかマシ、おらよ、にゃん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 、 OK、天才、これ天才、マジ天才、うまい、これあと一人、こいつもうこれ前出る、あ天才、もううまいんだからメルトンくん、もうしゃーフリック、あうまい、これうまい、これはうまい、これはうまいっす。いや俺がこっち側にいることによってオリーサが俺のこと気になって前に出れないはず。あれ、あ俺なんかエリア取りがうまくなったわ、なんかそのなんかうまくない、なんかうまくなったわ、なんかその分かったわ、このゲーム殺すことが全てじゃないことがね、なんか最近分かった気がする。ちょうるさ、ちょっと待って、これマトリックスバカうるせえ、これおめえポルシェスキン買えないのマジで、おい無課金が課金税に勝てると思うなよ、お前こっち金払ってんだぞ、お前無課金税が勝てると思うな、金出せ金、札束出せ、ほらブリザードに見つけちゃんと、リアルポルシェも右折の時この音らしいよ、え、そうなんだマジで、あ、右折左折で思い出した、これ話したことあるかな、教習所で俺が19歳の頃免許取りに行くってなった時に、車の運転ってゲームとかってとかでいろいろなんか車の運転とかってしたりしたことありますって言われたから、俺がは俺のこと舐めてんだろこの教なんつうの教員と思って、はい車の運転ならゲームでならしたことありますって言ったんだよ俺で、じゃあ左折してみてごらんって言って左折した時に、俺がグランツーリスモでアウトコースインコースを習ってたのね、で効率のいいその左折の仕方をしてくださいって言われたから、あのアウトコースインコースで曲がったら、あのこれレースじゃないからとか言って道の真ん中を走ってくださいって言われて、あすいません、ごめんなさいすいません、謝ったことある。でもあれびっくりしたね、俺そもそも小学校3年の頃からハンドル握ってハンコ握ってレースゲームとかやってて、親父にあの効率よく曲がるにはアウトコースインコースだって言われてたから、そのなんていうのやってたから、効率よく曲がれって言われた時に、え違うの、え真ん中走んのマジと思った、あれ結構ガチびっくりしたね、自分レースしか知らないって感じだった。もうマジで自分レースしか知らないんで、ちょっと前世の記憶が ちょ 前世の記憶が、待って喧嘩してない、喧嘩してる窓で、待って窓使って味方打ってる、これ味方打ってますよ、俺の目から逃げる、これ敵さん PG です。てかあれだわ、担ぎ
ガチ勝ちすぎ。やばくない？俺もうおかしいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 連勝。メルトマさん、 FF14 でエンドウォーカーはストーリースキップできないのですか？できないね。エンドウォーカーは、エンドウォーカーは友達に風脈タクシーって言ってタクシー呼びましょう。風脈を終わらせるやつのタクシー呼びましょう。俺は風脈タクシーで3日で終わらせましたね、エンドウォーカー。でも一つ弊害があって、なんでここでエモい曲流れてんのってなって、エモい曲聴きながらなんか敵と殴り合うなんでこんなエモいの。俺友達言ったもん。友達めっちゃストーリー大事に見る派なんだけど、え、なんかすげえエモい曲流れてんだけど、なんでこれ歩いてんのとか言って言ったら、お前さ言われたあの雰囲気壊れるからもう喋んないでよって言われた。だからあのそっからあんまね喋ってないさ。あのストーリー中は無言でしたね、ずっと。俺世界観が壊れるらしいです。あのキャラの見た目もあって隣歩きたくないだろう、なんか世界観壊れるだろう、めっちゃ言われましたね。はい、教育進出鬼没は、いやいや出せませんか。6秒に1回なのでね、今僕のブーストが返ってきて2秒ぐらい経ったので進出鬼没があったかと。そのためにブーストを後ろに吹いてキリコが返ってくるのを待ったんですけどね。いや、ダイヤの僕についてこれませんか。だよこれ、味方ちょっとちいかわだな。これ待って、この味方を生かすには、いやこれ PG の時は味方弱すぎゲームやめようとかなんか言ってたけど、あれは本当に良くない。俺はそんなこともう言わない、ダイヤモンドになってから。だってそもそも味方を生かしてない自分が悪くないですか。味方をどうやってあの生かして戦うかっていうのを考えるのがオーバーウォッチでしょ。ありえないんですよね、味方をそもそも批判するって。だってゲームを流行らせるストリーマーという立場でゲームやめようってどういう発言、マジでいいの、そういうことして。おいキリコ、つなげろ。味方を生かしてこそ、友がいてこそのゲーム、友達と一緒に楽しむからゲームは楽しい、そうでしょ。野良と初めましてこんにちはの人も友達、みんな楽しくゲームしてん。おい、ウルターッケキリコ、おい、なんで死んでんだよ。おい、これね絶対ここでエリア取った方がいい。いや味方を生かすべき。だってオーバータイム入ってないでしょまだ。ギリギリこの入ったらエントリーしたら待って、おい、なあ、またやっちゃった、もう何やってる。FF の質問来てるね。メルトンさん、最近初めて80レベルまでレベルスキップと漆黒の冒険のやつ買ったけど、あ、レベルジャンプとストーリースキップ買った、何したらいいか分からないと。ああ、最初メインクエスト進めて最後まで進めんじゃん。でメインクエスト全部終わったらその後スキル回し勉強して、動画とかで、でスキル回し勉強したらゼロムス極み行きましょう。でゼロムス極み行く時に、行く前にまずゼロムス極みの予習動画を見る。でその後にゼロムスの装備とクレデンダムとあのディアドコスの装備式最終装備揃えたら霊式1層行きましょう。1層から4層行きましょう。呪文ですね、ごめんなさい。まあ今ちょっとあの早口言っちゃったと思うけど、今ビッツくれた人アーカイブ見ながら今の俺の言ったことあれしてね。くそ、ゴミゴミみたいなコメント読んで気が散ったポルシェでドリフトしてだってするわけねえだろこのゲームで。くそ、くだらねえコメント気散ったマジで、なんか目に入ったわなんでそんなガキみたいなコメント読んでんの俺。くそ、気散ったマジ。これスリープってよ、ほらマジでアナのスリープの読みが出てきた。マジでこれはね読みが出てきた。あ、ごめん読めごめんごめん読めん、それはあのわが読め読めない、うん、それは無理。
囚人番号1012、ソンブラやめよ。なし、お前のことを名前呼びたい。1012、 KD41 切ってるやつは名前で呼ぶことすら許されねえ。名前を呼んだら甘えちまうだろ。だから俺は囚人番号で言うんだ。これは愛の無知なんだ、わかるか。嫌味じゃないぞ。嫌味と捉えるやつは成長しない。これ嫌味ではなく成長の一歩だ。いいか、鬼教官だからね俺。あんま舐めないでくださいね、オーバーウォッチを。 e スポーツ、おい右折の音しゃー。なんで右折の音でこんな消えれてんの俺。ポルシェ右折しゃー。ポルシェの右折音、いや課金してるよ俺。相手無課金だよ。あ、右折ガード、右折、何やってんだお前。おい味方何してんの、なんでこれ負けんの。おいマジで意味わからん、もうな。もうな、いける、これでいける。吸い込みも使った、こいつ守れない。おっ、OK、いい計算してる。おいライフグリップどころだろてめえバカ。おい、なんでお前だけぬくぬく部屋の中で過ごしてんだよお前。おめえに帰る家なんかねえぞてめえ。ふざけるなよ、グリップして船長出てこいお前。舐めてんのかお前本当に。ちょ許せねえこいつ。ナイスライフリバイガイ。なんかお前ら楽しそうじゃね。なんかこいつら楽しそうじゃね。なんかめっちゃ楽しそうじゃない。なんか俺以外楽しそうじゃない。もしかして俺だけこんなに、てか俺だけソロってこと。あやべ、釣る人間間違えた。ちょっとライフイバー君やばいね。コービーバーかわいい。メルトン流のストレス解消法を教えてください。俺の最近のストレス解消法は、休みの日は朝早くコーヒーショップ行って、コーヒー湯でコーヒー飲んで優雅に外見ながら、平日の金曜日の朝にサラリーマンが通ってる見て、こうやってグビグビコーヒー飲んで、うーん美味しいっつって、みんなが早歩きしてるのをこうやって見る、こうやってで見て、その足で早歩きで、めっちゃ早歩きでファイナルファンタジーしようっつって、あの一生懸命早歩きで帰る。早歩きで帰ってもう手洗って一足先に何やるかって言ったら、パソコンの電源をつけること。すぐゲーム。あとは最近あれか、ネットフリ見てるか。最近アニメ見始めた、また忘却バッテリーとこのスバとウィンドブレーカー見てるわ今。でもおもろいのはこのスバと忘却バッテリーだな。ウィンドブレーカーはキャラがいいだけで、物語はちょっとうーんって感じだ俺は。だけどあれは殴り合ってるところだけが楽しい。そう、不良アニメなんだけど、あのアクションがいい。早く殴り合ってほしい。あれずっと殴り合っててほしい。もう 20分間ずっと殴り合っててほしい。それが見たい、マジでかっこいい。これ味方のキャスティマジで強いじゃん、アッシュか。え、こいつなんでこんな強いの。こいつめっちゃ強くない。グランドマスターだ、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ごめんなさい、あの成績を見てしまい本当に誠に申し訳ございませんでした。すみません、あの全力で短歌やらせていただきます。すみません、すみません、ごめんなさい。よろしくお願いします。マジで上手くなってきたね。あ、これ味方のグランドマスターロール級チャレンジャーじゃん。これ味方のグラマスゲンジ。おーおー
点かな。まあ80点ぐらい上げてもいいっすね。なんかいいねコメントで、あ、まあでもこれは別に普通か。でもなんか、あ、あれだわ、ウェーブ勝ってるよってカタカナで言えばいいのに、ちゃんとあのローマなんかあの英語で書いてるとめっちゃなんかちょっとニチャーって感じです。ワベワベ勝ってる、ワベワベワベ勝ってるよ、ワベウィン、ワベウィンだよこれ、ワベ。なんかゲームってカタカナ使いたくなるよね。ファイナルファンタジーもそれあるわ、ギミックでさ、普通にえなんつうの範囲攻撃が順番に来るよってやつさ、エクサフレア来るよって言うのよ。そうエクサ来るよ、エクサ、え、そうエクサ来るよ。だからいつも俺リア友にあの言うとき、エクサフレア来るよっていつも報告しろ。あと回復してあの体の HP を戻すとき、あの HP 回復するとき戻しって言うんだよね。いやいい戻しだねって言うんだよ。そういやいい戻し。ゲームの専門用語めっちゃ好き。そうダイナモチャリオット、ダイナモチャリオット、円範囲とあれね、ドーナツ範囲ね。そうダイナモ来るよ、チャリオット来るよ、エクサフレア来るよ。くっそ鼻膨らますっていうのめっちゃ好き、エクサフレア来るよ。よし勝てる、オレ、ナイス味方強え。それはこういう名じゃセーフなのでは、違うんだよ、初心者が分かんないんだよ。初心者にあの FF やってるみんなに、初心者と今やってるんだね、みんなあの3人初心者、あの3人初心者3人経験者で今 FF のパーティー組んでやってるんだけど、あの初心者に向けて俺たちが次エクサ、エクサ来るよって言って、何エクサってって言いながらあの攻撃食らってんの。そうオタク用語であの苦しめてる。あ次チャリオット。気持ちあれ、あ次エクソチャリオット、エクソフルヤ来るよ、めちゃ好きあれ。で初心者のあのヒーラーに戻し、戻ししっかりって言うのよ、戻しして戻し、これ死の宣告だから戻ししっかり、ナイス、めっちゃ好きこれ、聞いててガチきつい。俺はきつい感じに言ってるだけだよ、普通そんな感じじゃない。あ、まあでも俺はフレンドにそう言ってる、そう生きてるわいつも。ナイス、ゴリラリやりに行く。おわー、武将のパイロン気になるけど、まあいいや、貫通して殺す。よし、わーこれは俺うまいね、これマジ上手くなったな、てかナノうまいね。おらよ、よっしゃ、助けて、誰か警察士、星見、はあ、太陽くん、ニコさん、ああもう無理。じゃあみんなサブスクとビッツありがとうね、何度もビッツ送ってくれてありがとうみんな。じゃあお疲れさまでした、みんなありがとうね、じゃあねー、来てくれてありがとう、じゃあねー。